5年前、19人が殺害された神奈川県相模原市の障害者施設で、東京パラリンピックの火を採取する方針を市が固めました。東京パラリンピックでは全国各地で作られた火が集められ、開会式で聖火台に灯されます。神奈川県でも県内各地で火が作られる予定ですが、このうち相模原市は2016年、入所者19人が殺害された 津久井山ゆり園で火を採取する方針を固めました市によりますと、事件を風化させず差別をなくしていくという強い決意を世界に向けて発信したいとして、施設を運営する法人と合意したということです事件が起きた施設の建物は現在建て替え工事中で、8月頃には完成する予定です